にちは。幸せな人生に変える願望を叶える方法を科学するのコーナーです。なんか知らんけど人気になってきました、はい、このコーナーです。ああ、よかったです、うん、いいねの数が多いわ、うん、もっとお願いします。はい、そうですね、はい、でこのコーナーでは女性の視聴者さんが興味ありそうなテーマについて、うん、まあ、ちょっとした悩みのシチュエーションを決めて、うん、それを解決する方法を調べてプチノウハウをお伝えしていきたいと思います。はい、はい、女性に対してっていうことだよね。そうですね、あとまあ裏コンセプトとして女心のわからないおっさんに対してっていうことね、うん、まあ男性の方も見ていただければなと思います、うん、なるほど、なるほど、はい、まあ、ちょっと心が疲れた時とか軽くでいいから誰かに励まされたい時か、うん、明日から頑張っていきたいから元気になりたい時なんかに見てもらって少しでも癒しをお届けしていきたいなと思ってます。はい、はい、あとこのテーマとなるお悩みなんかも募集してますので、うん、もし誰かに聞いてほしいけど知ってる人には相談しにくいなみたい な, なちょっとした悩みとか取り上げてほしいなっていうような、ね、そうですね、エピソードがあれば教えてください。はい、ぜひぜひお願いします。あとチャンネル登録がまだの方はぜひ次回の動画を見逃さないためにも登録お願いします。お願いします。あといいねもぜひお願いします。あ、お願いします。いいねが少なくなるとこのコーナー強制的に終わりますから。終わります。そうなんです。存続のためにもぜひ、ね、応援のためによろしくお願いします。はい、で今回のテーマは、はい、やる気が出ない日にあんまり無理せずにちょっとだけでも元気になるにはどうすればいいかっていうテーマです。おお、なるほど、はい、やる気が出ない日確かにありますよね、うんうんうん、ありますよね、うん、あります、あります。で結構調べたことが結構充実してたんで3回に分けてお送りしたいと思います。なるほど、はい、で1本目今回ですね、今回ではやる気が出ないをちょっとだけ科学します、うん、はい、で2本目でやる気が出ない時の対処法を仕事編、ほう、で3本目がやる気が出ない時の対処法を休日編、うん、でやっていきたいと思います、はい、はい、3本立てっていうことね。3本立てで、いいねが少なかったらこの1本で終わります、うん、ダメ。めっちゃ中途半端やらせてよ。3本やりたいんで、はい、応援いただければお願いします。はい、で最初にね、はい、今回の結論からいきたいと思います。多いですね、はい、はい、やる気が出ないを科学してみたところその原因が3つに分けられます。はい、1、自分自身の肉体的なこと、はい、2、自分の精神メンタル的なこと、うん、3、自分の周りのこと、はい、で一番大事なのがやる気を出すためにはやる気をなくす原因を遠ざけながらやる気を出すための対処法を使うことが効果的っていう結論になります。うーん、あー、なるほどなるほど。やる気をなくすようなことをできるだけ省いていくってこと。省いていく、そしてやる気を出すことをやっていこう、はい、はい、大事ですね、うん、大事ですね。順番に見ていきますね、はい、その前にやる気が出ないをちょっとだけ科学してみます。ほう、はい、いつも通りいろんな本とかを見ながら調べてみたんですけど、うん、その結果やる気が出ないって言っても実はいろんな原因が考えられることが分かりました、うん、でやる気が出ないとかやる気なくしてしまうっていう状況になってしまう原因が大きく3つのグループに分けられます。お、はい、それが自分自身の肉体的なこと、うん、自分の精神メンタル的なこと、うん、自分の周りのことです、はい、うん、1個目の自分自身の肉体的なことが原因っていうのは結構これ分かりやすいと思うんですけど、うん、まあ、例えば睡眠が取れてないとか疲れてるとか食生活が乱れてる、うん、生活のリズムが崩れてる、はい、しんどいとかね、うん、ああいうやつよね、うんうんうん、だ健康的な生活ができてない状態なわけじゃないですか、うん、その状態でやる気まあ出ないですよね、なかなかね、うん、まあ、二日酔いで仕事ってまあ地獄やんね。そうそうそう。はい、で二つ目の自分の精神とかメンタル的なことが原因っていうのは、例えば一気にいろんな仕事を抱えてしまっている時とか、うん、はい、経験したことないトラブルを抱えてしまった時、うんうんうん、まあ、こういう時やったらもう精神状態って不安定じゃないですか。あ、そうですよ、はい、それはもう僕もよくわかりますけど、まあ、何とは言わないですけども、うん、まあ、すごく精神的にねこう追い詰められる時とかよくありますから。 あるんですか。あります。よく考えたらすごく日常的にあります。うん、まだまあそういう時やる気って出ないですよね。全然出ない。まああとなんかね学生さんとかだったら恋してしまってちょっと勉強しなあかんけどあの人のことを思い浮かべてしまってやる気出ないとか、
ええなそれ。ええ方やな。ってのもあるんじゃ。女子っぽい。いや勉強なんか全然いいんじゃん。そういう時は。はい、はいはい、そんな感じですね。でもしなあかんね受験生受験ね。なんかでも、うん、あ彼の顔が浮かんでしまう。あったなそんな。ありますよ。あるあったあった。うそ乙女ですから。乙女あ乙女で3つ目の自分の周りのことが原因、うん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 、これは自分の周りの物理的な環境が混乱してる。あ整理整頓ができてない人とかは要注意みたいです。精神的なことが散らかってるじゃなくて、じゃなく物理的なこと。物理的にね、例えば、うん、そのなんか仕事でいる書類とか探す時とかで、それがなかなか見つからない時ってめちゃくちゃイライラするじゃないですか。例えば消しゴムないとかね。どこ行ってんみたいな、ね、消しゴムじゃなくてもいいけどみたいなね、うん、その前にもこの本番始まる直前この台本ないでパソコン探しまくった。確かにほんまや、ないのは分かってた。実はないのは分かってんだ最初から。探すふりしてた。そういう時って余計なストレスかかってやる気がなくなっちゃったりするわけなんですよ ね、うん、ね、確かに。今から集中してやろうと思ったけど、うん、資料ないない探してるし、うん、もうなんかしんどくなってしまう、うん、資料を探すだけでも精一杯になってしまう、はい、やっとやる気出て仕事やろうってな気になったのに、それにいる書類とかが見つからんくって、うん、せっかく出てきたやる気がまた消えていっちゃうみたいな。明日になる。なかなか仕事に戻れないみたいな。わかる。で、まあ、自分の周りのことっていうと、うん、人間関係も同じ、うん、で、あの人のやる気をなくすような言葉を使う人が近くにいると嫌な気持ちになってやる気をなくすっていう経験されたことをある方って結構、うん、多いですね、うん、だから会社の上司とか先輩がこういう感じの人の場合、うん、まあ、我慢するしか現実的な対策がないっていうのもあると思うんですけど、うんうん、まあ、ここではやる気が出ない原因を客観的に捉えることを意識してもらいたくてお伝えしました。はい、はい、まあね、なんかもうやる僕たちのやる気をなくすことが生きがいかっていうような人がいるね。本人はそのつもりはないんやろうけども、なんでこっちのやる希望を常に削いでくるっていう人もいますよね。そうですね、まあ僕も誰かのそんな風になってるかもしれないので、まあもちろんね、気をつけていかないといけませんけども、もう向こうにとったら大したことない、ちょっとした一言で、うん、僕はもうすっごく人気たく仕事したくなるなんて、何のために一週間よく分からないっていうことはありますね。はい、まあ、さっきのね、一つ目の肉体的なことだったら、まあ、大人やったら何とか頑張れる。あ、そうや、まあ、精神的なのはちょっと辛いとこある。そうですね、特にでもこの3つ目の人間関係はね、一番答えますよ、ね、そうですね、なんだかんだね。はい、うん、でもここまでのことをまとめると、はい、ちょっと冷静になってみて、自分がどんな理由でやる気が出ないのかっていうのを把握することが大事だと言えます。なるほど、はい、あ、そうだね、書き出してみたらいいのかな。書き出すのもいいと思いますよ。で、やる気を出すとかやる気を回復するためには、うん、やる気をなくす原因を遠ざけながらやる気を出すための対処法を使ってみるっていうのがより効果が得やすいです。はい、さっきね、はい、言ってくれましたけれども、うん、これすごくすごく大事な考え方で、うん、まあ、健康も一緒なんですけど、みんな健康になりたいとき、健康になるためのグッズとか食べ物食べれないとか、うん、それと同時にあの健康を損なっているものも排除しないとダメ。ああ、なるほど。例えばなんかあんまり栄養がないもの食べてるとかね、うん、まあ、タバコ吸ってるとか、体に悪いことして、悪いことして、体に悪いことをやめずに健康なためにしてもあんま意味ないんですよ。だから ある意味栄養とりながら毒を取ってるんですよ、うんうん、やる気も一緒で、やる気が出なくなる環境っていう毒を排除して、うん、やる気が出るって栄養を取り入れない、同時にしていくのが大事です。なるほど、なるほど、ね、だからやる気出す方ばっかりやっても、うん、根底でその例えば人間関係ちょっと胸抱えてるとかあったら、いつまでたらどんだけやる気出る方を使っても小手先でしかない。そうですね、うん、それに対してのマイナスに対してのプラスをずっと、対処法をずっとやることになりますね。そうそうそう、だから先に毒を排除する方が大事かなと思います、ね、はい、なるほど。でもここまでお伝えしてきたのは、うん、やる気が出ないとかやる気がなくなってしまう原因が何なのかっていうのを把握してもらうための情報でした。はい、はい、まあ、どうしたらいいのっていう、ね、うん、具体的な対処法については平日編と休日編に分けて次の動画で詳しく解説していきたいと思います。
今日はここまでです。おー、はい、なんかえらいまとまっててええね、うん、わーよかったで次回はやる気が出ない時の対処法、うん、平日編をお送りします。仕事編ですね。仕事編です。はい、あ、今回のことまとめておきますね。はい、やる気が出ない原因は大きく3つあります。うん、1. 自分自身の肉体的なこと、はい、2. 自分の精神メンタル的なこと、うん、3. 自分の周りのことです、うん、で一番大事なのはやる気を出すためにはやる気をなくす原因を遠ざけながらやる気を出すための対処法を使うことが効果的っていう内容でした。なるほど、はい、ちなみに長藤さんどれが当てはまりやすいですか？僕全部やね全部やね。肉体的にも使われてんの？肉体的にも子育てしてるとね。あ、そっかそっか、3人お子さんいらっしゃいますからね。いるし、僕4時間ぐらいしかあんま寝へんからね最近、うん、まあ寝て6時間やから、やっぱ疲れは常にありますね、うん、そして、うん、散らかってるしで、いろんな人に、いろんな人にというか、まあ、うん、あのよ、なんかちょっとドゥッてくる、ドゥッっていうね、一撃を食らう一言言われるし、お子さんに、あ、いやいやいやそういうこともあるし、はいはい、うん、まあ来てればいい、はい、全てです。亀野さんはどうですかどなたに答えるのどうですか僕は、まあ、やる気が出ないとやっぱり2つ目の自分の精神的なメンタル的なことですかね。あ、メンタル、その行かれることあるんですね、神尾さんでも。僕はあのどういう完璧主義なところでやる気なくすのがあります。あ、もう完璧にできなかったやりたくないみたいな。完璧にしたいから、でもこれ例えば神尾 D の台本やりたい、作らなあかん、うん、でも完璧にしようと思ったらこう2時間かかる。2時間かかる。でも今1時間半しか時間ない、うん、やる気ないなって、あっていう感じ。30分絶対大変ってなる。まあそんな感じですね、イメージとして。ああ、なるほど。だこういうふうに自分のやる気出ないパターンをしておくとね、対処できる。それは次回以降ゆいちゃんも教えてもらえるし、はい、ゆいちゃんちなみにどれが当てはまるの？私 2,3 ですね。1はあんまりないんですよ、肉体的に。若さこれから増えていくからなまあ、あのカメラ回らないときに、うえっ、うえっって言うと、おっさんみたいな、おっさんみたいなくしゃみしてますけどくしゃみがな、アザラシみたいな。ちょっと動物園の本気のアザラシ。ちょっとあ、イメージな、イメージが好感度な。そんなことないですから、はい、くしゃみするためにバラがぽわっくちんって言うな、バラが出るよな、うわっって言うよな何それくしゃみって、はい、はい、もうそんなんじゃないですからね。これがやる気なくす精神的な、ね、もうメンタル、メンタル前のやつが悪いやついや俺二人ともや、神尾 TV がやそれまあね、最後にちょっとお知らせがありますので、うん、お知らせね、はい、このコーナーでお伝えしているようなメンタル的なことを含めて、うん、自分の望みが叶わないとか、はい、やろうと思っていることがなかなか始めれないっていう悩みを解決、うん、根本から解決してもらえるシリーズ動画があります。うんうん、潜在意識活用シリーズ完全版っていうタイトルで合計7本にわたって、はい、りょうさんと七藤さんがワークを交えて理想を叶えられてしまう自分になれる方法が学べちゃいますので、うん、ぜひそちらも見てみてください。はい、はいはい、視聴方法はこの動画の説明欄に載せてあります。ぜひぜひお願いします。はい、はい、では今回はですね、やる気が出ないっていうこの状態を科学するということで、はい、大きく言うと3つのパターンがあるということで、まあね、人それぞれいろんなパターン、どれが当てはまるか、そしていくつか当てはまるパターンもあると思うんですけども、その原因を知ってもらって、うん、次回以降ですね、仕事編で休憩に分けてやる気の方法をゆいちゃんにまた解説していただこうと思いますので、ぜひ見逃さないためにもチャンネル登録もお願いいたします。メルマガも登録お願いします。あと、この動画いいと思われた方、役に立てたと思われた方、いいねボタンもよろしくお願いします。お願いします。ゆいちゃんの応援の意味を込めていいねよろしくお願いします。少なかったにはな、流れますね。そうなんです。3話とも流させてくださいお願いします。どうぞ概要欄の方にこの動画に関する詳しい説明を書いておきますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。はい、それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。